おはようございます、ケンチロです。今日もですねタイタンハンターズやっていくんですが、ついについにちょっと見てよ、見てください。草のピストル手に入れました。草のピストルがね出たんですよ、ついに。なので、まあ、これ手に入れてねちょっと立ち回りが変わったよっていうところをちょっと今日はねやっていきたいと思います。ってことで、草なので、まあ、水の周回しましょうね。草以外の装備は前回と全く一緒です。スキルとかも全く一緒で、ピストルだけ、前は光だったね。光の属性から今回草のピストルに変わって、このねもうダメージ表記を見ていただいたら分かると思うんですけど、草って出るじゃないですか。草495って出るでしょ。弱点ってことですね。水のステージなので草ピストルを使ってやるとダメージがちょっと増えます。どんくらい増えるのかな、どんくらい増えるのかはちょっとあんま詳しくないんで分かんないですけど、ダメージが増えるので少し楽になります。このゲーム武器の相性がね結構重要なので、まあだいぶじゃないかな、ちょっとダメージが上がったかなって感じです。でそれによってちょっと積極的立ち回りができるようになりましたよっていうのをちょっと今日はお見せできればな、できるかな、なんせゲームなんでね。こっちの、あおっとまだ死んでなかった、こっちの思い通りにはいかないですけど、でよいしょ、ステージ4、ヒットポイント満タンの時に限ってハートが出る、出てほしい時には出ない、ちゃんと物欲センサーがありますね。こういうね敵がわらわら出てくるとこはねちょっと楽になりましたね。だいぶ押せるようになりましたよ。ってことでステージ5、このステージねちょっと真ん中ぐらいまでいっとこう。おっと危なかったね。よいしょ、2人出てくるのは厄介っすね。危ない、よくれる、おー危ない、ほらこの火力、密着。ボスには基本ボスにはじゃないな、弾を撃つでもないか、ボス本体に当たり判定があるもの、あるキャラとないキャラがあるんですね。これ車撃ってもダメですけどね。なので当たり判定ないキャラはもう積極的に密着して撃つっていうのが結構いいんじゃないかな。ここはできれば2人倒したい。よし倒した。であとはわらわら来るやつを倒す。まあ、前回も言ったけどね、このゲームはもう覚えゲーなので、敵がどっから出てくるかを覚えとけばかなり攻略をしやすいゲームですね。上のあれ嫌だな、さっき倒せた。で倒しつつレベル9、雑魚敵わらわらはね本当草ピストルしてから倒しやすくなりましたね。よいしょ。でもねちょっと草ピストルになって火力が上がった弊害として、突っ込んでしまうだいぶ防御がおろそかになってますね。前回あれだけこのゲームは食らわないのが大切ですよって言っとき、おっとほらもうね、あ2発食らった、食らわないのが大切ですよって言ったんだけど、うわあ、あ、食らった今、食らってない？セーフ？セーフだったかな？食らわないのが大切ですよって言っときながら、ちょっと火力が強くなった分突っ込んでしまいますよ今。このせいじゃまずここで待つ。で雑魚を倒した後に外出て撃つと。12、何が来るかな？このゲームステージの構成はランダムなので次何が来るか分かんないですね。
なので50ステージだからといって50ステージ覚えればいいかといったらそうではなくて、何ステージ分ぐらいあるのかな、結構配置がランダムなので、まあいっぱい覚える必要があるんですが、覚えたらだいぶ攻略が楽です。あぶね、食らってない、食らってないよね。このね、このどんぐりも結構ね嫌です。足早いんでね、ぐるぐる回ってくるとき。ここも嫌、ここも使ったか、ボム。よいしょ。ああ、ああ食らったか。ちょっと待って、ちょっと心の準備が。ああ、ダメだ、ここむずいよね。あ、でもハートいっぱい出た、ラッキー、ラッキー、ラッキー。15、エリート。今日はレジェンダリー出るかな、配信なんでね、お願いしますよ。よいしょ。このワニはね、だいぶ倒しやすくなったね、草になって。ん、うん、割れないかと思った。ほい、セージ10、うん、何、95。お、当たった当たったからって別になんてことはないんだけど、ここはぴょんぴょんがいっぱい来るんで、この出始めは注意、出始め倒せないんで、ワンバンしたところを倒します。なんで当たったんだろう、さっきの95、めっちゃ適当に言ったら。配信だからか、そんなとこで運は使いたくない、そんなとこで運は使いたくないぞ。レジェンダリーを出してくれ。ここはね、左下から結構来るので、で、この変化球を倒せば、レベル18。ここは、こっちかな？で、ここ左に変化球が2人出るから、その変化球を倒すんだけど、このぴょんぴょんが結構くせ者。ぴょんぴょんにね、出始めぴょんぴょんに踏まれるので、ちょっと距離を取りつつ、積極的と言いつつ、距離を取る。ここは、こいつまず倒して逃げて、こいつとこいつをやると。19、20、ボスだ。これはもう、最近はいきなり開く。最近は積極的なんでね。ああ！やばいやばいやばい。ちょっとタイミングずれた。タイミングずれたらやばいよ。逃げます。はい。まずザコ倒して、あっちに行っちゃったな。こっち来てよ、こっち。こっちおいでー。倒しちゃった。こっちおいでー。で、この壁を使いながら、一つ一つ。はいはい。一発撃つときと、三発撃つとき、一発撃つとき、二発撃つとき、三発撃つときって多分あるんだけど、三発撃つときは、一発目と全く軌道が一緒なので、一発目の軌道をちゃんと覚えておくのが重要です。ここはドーン、一個倒して逃げて、この二人を倒しつつ、こっちも倒す。これは、なんだっけなぁ。あんまり記憶にないってことは、そんなに難しいステージじゃないのかな。さっきと似てるね。なるほど。ぴょんぴょんがいっぱい出てくると。さて、23。ここは左下に変化球投手が出てくるので、そいつさえ倒せば、あとは真ん中に座っとけば OK。草なのね。なんたって草ですから。火力がありますから。よし、いきますよ。24。ここはまず奥から出てくるんだけど、こいつを倒しつつ、この左下のこれが変化球なので倒す。これ倒したらもうあとは、よいしょ、火力で押し切ると。いいっすね、一目で満帆になった。315、ラッキー。さあ、顧問かよ。ドン。
はいはいはい。はい、じゃあ、ゴリ押し。ダン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 。はい、これパワー、火力で物を言いましたね。まあ、コモンなんでね。これ当たり判定の話、さっき言ったっけ？あの、ボスに限らずだけど、当たり判定がね、あるやつとないやつが、本体に当たり判定があるやつとないやつがあるので、基本的にまあこのゲーム、なんだろう。危ない危ない危ない。キャラ本体に当たり判定というよりも、攻撃判定みたいな感じかな。なので、当たっていい時と当たってダメな時が、多分全キャラにあるのかな。でボスは基本的にというか、ボスは結構当たっても大丈夫なやつが多いので、密着で撃つと、一気に体力を削る。あぶねあぶねあ食らってた。喋りながらやると食らっちゃう。よいしょ。まあもちろんね、近づくっていうことはそれだけリスクがあるんだけど、その分、周回時間を削れるので。よいしょ。時間短縮したいやつ、人は密着。おすすめです。エリート。キツネまた来たね。キツネは特に、ここで弾打った後しばらく止まるでしょ。この時に、バン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 ってやると、だいぶ削れますね。30クリア。今日はレジェンダリー出ないのか？収録ですよ。なんだっけ？なんだかちょっと嫌なイメージがあるけど、誰が出てくるか。あ、キツネが出るんだね。こうね、シューティングゲームは、どのゲームもそうですけど、視線をどこに持っとくかが結構重要です。結構ね、こう、自キャラばっかり見ちゃうんだけど、自キャラだけじゃなくて、こう、画面全体をなんかぼやっと、見とくみたいなのが結構ねシューティングゲームは重要なので、まあ、こういう特に何の変哲もないステージはどこ見ててもいいけど、まだか、まだ出てくるか、ラス1か、タイミング悪かったな。ちょっと早く行って、早く行ってください。さて33、あ、ここはこれをまず開ける。で、自分の移動範囲を確保しといて、逃げながら撃つ。前もリロードの話をね、ちょっとしたんですけど、できれば撃ち切ってから逃げたいんですよね。あ、今、ボム持ってるんだ。あれ、ボムの話さっきしたっけ？なんか前回の配信で僕、ボムのスタビリティがゼロになったら、使えなくなっちゃうんで、ボム外してますって言ったんだけど、なんか使えるらしいですね。ゼロになっても。ここ結構嫌よ。おお、カブトムシだ、カブトムシ投げた。カブトムシちゃうわ、クワガタやって。よいしょ。あ、あっち行きそびれた。そう、ボムゼロにしても使えるらしいんで、最初からそうだったのか、修正されたのかは分かんないですけど。なので、また再び、ボムを装備しております。ただね、もうちょっとボムを使わない立ち回りに体が慣れてしまったので。ここ嫌だね。この爆弾、TNT はね、爆発した後、障害物判定が残るんですよね。歩くのに引っかかる。それで次の爆弾に当たるっていうことが結構あります。ここ結構嫌なんですよね。なので、もうここで僕爆弾使っちゃいます。左下のあいつを倒すためだけに。安全策。で、ここは爆弾魔の牢獄なので、あれ死んでない。牢獄の中を、とりあえず一人ずつ倒す。あ、倒してない。よいしょ。はいはいはい。かわいそうやね。牢屋の外から撃たれて死ぬとか。
なかなか壮絶な人生ですね。ここは物量で、あとね、下から出てきたんじゃないかな、なんか。そうそう。この二人がたまに厄介なので、石炭石とか。先でもなかったな。はい、39、ここは、基本ここでいいんだけど、たまにね、左から弾が飛んでくるので、しかも出現、あ、これこれね、これ。出現した瞬間に弾が飛んでくるので、ちょっと気をつけないと当たっちゃいます。まあ、左の出現ポイントをずっと見とけば大丈夫かな。よし、いいね。お、一応なんか一分と満タンじゃん。おお、ここはあれか。ドリルが2匹?ドリルが2匹、出現ポイントどこだっけ?そこか。よしよしよし。結構ね、逃げ場がないから、ここ打ち切ってから逃げた方がリロードが早いです。もう固まってくれてるのはありがたいね。ああ、ダメだ、こっち逃げれない。ああ、食らっちゃった。次の逃げ場を確保しといて、移動。もうちょっとだったな。よいしょ。あら、ちょっと減っちゃったね。260か。ちょっと増える ?290。ああ、ここね、嫌。ここ結構嫌です。よいしょ。ドーン、壁壊れてないふりをするんだけど、実は壊れてる。んで、ここね、ここね、キツネの弾が避けれないんだよ。ああ、ラッキー。たまにね、こっからもキツネの弾がバンバン入ってくる時があって、そうなるともう逃げ場がないんで、大量失点をする可能性があるので、結構注意です。ここはこいつらが厄介なだけ。あとは誘ってやれば、勝手に爆発していくと。43。ここは、立ち位置ここです。90度、サイドを利用して、サイドのやつを倒しておく。サイドショットっていうの?それをフル活用すると。あー、ハート出てほしいな、ここで。こんだけ倒してんだから。ハート、出ないね、ここ。出ないね、297。44。44は、まずここを荒らしといて、ここの TNT を、あ、爆発しなかった。で、あとは、火力で押してると。あ、ハート出た。もう一丁、もう一丁出て。310、ほぼマックス。ここね、ここも、油断すると危ないよ。まあ、どこもそうだけど、油断すると。さて、とりあえず、この辺でバンバン撃っといて、増えるんでね、敵が。でね、食らうときめっちゃ食らうから危険なんですよ、これ。あー、遅れ。セーフ。まあ、距離取っとけば、弾を撃ってくることはないので、取っとけば大丈夫なんですが、食らうときめっちゃ食らうんで注意。よいしょ。46。ここはどうだっけ。あんまり覚えてないってことは、あんまり記憶にないってことは、多分そこまで難しいステージじゃないんでしょう。あ、やっぱり47。ここは閉める。で、打ち切ったらこっちまで行って、下打ち切る。打ち切ったら今度下のケアをする。打ち切ったら、この打ち切ったらが僕はポイントだと思ってます。この、なんちゅうの?時短をするためには。打ち切ってからのリロードの方が早いんですよ。前回もね、言ったけど。なので打ち切っちゃう。これは下に溜めといて、徐々に徐々に上に行って爆弾させといて、もう、ああ、そう、何今の、あんなとこで食らいますか。ショックやな、ちょっと今のは。今の一撃がこの先の生死を分けるかもしれない。今の一撃がこの先の生死を分けるかもしれない。ここはもう
見てるだけのせいですね。この草の武器の前では、あ、ハート、お、ハート出た、ラッキー。あ、でもこっからちょっとだけ注意しておきましょうね。まあここまで来れる人は当たんないでしょ、これ。さあ304でラスボス、ここは積極的にいきますよ、ヒロイック。はい、下に入る、どん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 、下に潜り込みます。よいしょよいしょ、はい、じゃあ意識形態終了。あー、ちょっと今のあんまよくない、これはね避けれないんで壁で消して、どん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 、あ、これは危険。よいしょ、逃げる逃げる、これって無理だよね、避けれないよね、あれじゃ。よいしょ、あー食らった、あぶね、ちょちょ、あーやばい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 、おギリギリ、あー食らったね、ただまあ、あダメだ、あー始まった、油断した、油断した、しまった、いけると思ったらいけませんでした。今の息切りがこの先の生死を分けるかもしれない。まあね、こう火力におごるなということですね。まあまあ、あでもレジェンダリー出なかったね。でも青い石が2つ、青い石クリスタルが2つ来たんで、まあいいでしょう。ちゅうことで、ちょっと積極的立ち回りをするようになりましたよっていう感じです。ではまた次の動画で、なんかねエピックとかもね徐々に増えてきたので、また新装備にして立ち回りやりたいと思います。ではでは、またまたよろしくお願いします。